悟空かと思ったの声もムキムキ筋トレ動画が話題の水上つねじ。圧倒的な目力と彫刻美女で美容師表紙に登場。俳優の水上つねじ25が18日までに女性向け月間美容雑誌、BST 公文社の公式インスタグラムに登場。顔を鋭いクールなビジュアルを披露した。この日、同公式はビジュアル解禁。 BST9 月合本誌は水上つねじさんと綴り、表紙画像を公開。ボルドーの背景にキリッとした目力が印象的という紹介文の通り、まっすぐにこちらを見つめる水上の眼差しに射抜かれそうなカットとなっており、素材を生かすシンプルなスタイリングも相まって、彫りの深い顔立ちが一層引き立っている。水上さんは7月9日、もうあと数日間。 筋肉強化しますというコメントを添えて、公園のアスファルト上へ腕立て伏せをしたり、鉄棒で懸水する様子を捉えたストイックな筋トレ動画をインスタグラムにアップ。黒のトレーニングウェア姿から覗く筋肉リュウリュウの2の腕ふくらはぎを見たフォロワーから、ムッキムキ悟空かと思ったといった驚きの声が続出するとアスリート並みの筋肉美が一部で話題を集めました。 福原遥さん25との W 主演映画、あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら、で演じた真の強い特攻隊員役に代表されるように、水上さんは同世代の俳優さんたちにはあまりない、どこか武骨な雰囲気をまとっていますし、がっしりとした体育やワイルドなビジュアルが本当に魅力的です。22年8月をもって大手芸能事務所から独立しましたが、 その後もオファーが途切れないのも納得ですね。女性誌ライター。この旅の BST、書評誌にも、やった本当にキリッとした目力が素敵だと思いました。届くのが楽しみ。といった好意的な反響が寄せられており、性感さが際立つ彫刻のようなビジュアルで女性ファンのハートをがっちり掴んだ様子だ。もし令和版ビーチボーイズをやるなら、彼ほどの適任者はいないかも。 ムッキムキ悟空かと思ったといった声が寄せられるなどムキムキ筋トレ動画が話題の水上常ネが一転して圧倒的な目力と彫刻のようなビジュアルで美容師に登場。今後の活躍にも期待しかない。